今回登るのは関川村の小うさぎ山です。この山には月の神様の使いであるうさぎが金の雫とともに降り立ったという伝説があります。麓の小うさぎ神社には絵馬や神社の紋章である神紋など至る所にうさぎの姿が。一緒に登るのはこの山に精通した関川村の皆さんです。おはようございます。標高の割には、ちょっと体力必要な山ですね。きつい山なんですけど、上行くとちょうど今姫さゆり盛りで、それを見ればまた疲れ忘れますよ。まずは林の中を2時間ほど歩き観音峰へ。そこからアップダウンのある尾根を登り、標高966メートルの山頂を目指します。いやー、いいですね。いや、最高ですね。今日はこの天気で、そしてまたこの小うさぎ山の一番のブナの綺麗な場所ですね。ここは木漏れ日がこういう風にして差し来ると本当に綺麗ですよね。登山口から2時間、観音峰に到着です。お疲れ様です。ここはどのくらいですか？ここでもう半分以上は来ました。ああ、そうですか。小さな祠には観音様が祀られています。2つ並んでる左側が小うさぎ山です。で、手前が右の方が雷峰で、それが急な登りですね。水登りの前に湧き水でリフレッシュ。あー、冷たいっすね。いや、気持ちいいっす。めっちゃ気持ちいいです。いや、なんかありましたか？あー、腰油ありますね。まだ残ってます。腰油、うん、それです。山菜の女王とも呼ばれる腰油。おいしいんですか？天ぷらにして食べるみたいです。それは生で食べても苦くて美味しいです。苦くて甘くて。観音峰からは一旦大きく下って登り返します。もったいないです。もったいないですよね。よいしょ。きついね。いや、ほんと難儀よ、ここ。よいしょ。はい、いや、お疲れ様です。来ました、雷峰峰です。これが雷峰大権現。観音峰から50分、見晴らしの良い雷峰峰に到着です。登ってきた道の先には日本海。あら、帽子かぶってフードで。はい、ここずっとこう尾根歩きが続くので、日焼け防止に帽子かぶって歩くといいです。いい出がバッチリ今日見えますね。あ、綺麗ですね。綺麗ですよね。今年も行きたいと思います。あ、いい出。はい、ここから見て次どこ行こうかなって楽しみです。綺麗ですね。香りもいいんですよ。淡いピンクの可憐な花、姫さゆりです。
新潟、山形、福島、宮城の県境付近の山にしか見られない貴重なユリで、準絶滅危惧種に指定されています。こんにちは。どちらからですか？埼玉から来ました。埼玉随分前からちょっと姫サレ見たいなと思ってね、狙ってたんですけど、なかなかタイミングが合わなくて、今回やっと来ることができました。やっぱり綺麗ですね。かわいいです。はい、可愛らしいですね。はい、この辺ならではの景色でね。姫サユリっていうのは、姫は小さくて可愛いっていう意味なんで、まさに名前の通りの姫様。この山頂稜線の普段はもう風が吹きすさぶところなんですよね。そういうところでこんな風に花が咲いてるっていうのはやっぱり感動ものですね。天気の悪い日、麓にいると花たちはどうしてるかなっていう心配になりますが、ちゃんと咲いてるんですね。この先は見晴らしの良い尾根歩き。一番の難所。でも花を見ながらね、ゆっくり登れば大丈夫です。かなり急な場所もありますが、危険な場所にはしっかりロープが設置されています。いや、めちゃくちゃ急ですね。最後ね、これがウサギさんの鳴き所だ。もうすぐですか？もうちょっとです。登山口から3時間半。やっと山頂に到着です。着いたー。お疲れ。頑張ったねー。ハードでした。感無量です。コウサギ山は標高966メートルとそこまで高くはありませんが、独立峰で360度見渡せることから、伊能忠敬が地図を作るとき測量の起点としたそうです。山頂の南側には飯豊連峰の姿が。奥宮にはコウサギオオカミが祀られています。せーの、ピョン。お疲れ様でした。今日どうでしたか？今日はね、一人だったからね、喋り相手がいなくて難儀かったです。でも最後姫サリがあって、ちょっと癒されて歩いてきました。来てよかったですね。でバッグにフライパンっていいですか？山ご飯最高です。美味しそうなみんなですね。関川村、コウサギ山のふもと、女川ハムさんのみんなです。できました、スペシャルドッグです。この緑のやつは何ですか？コシアブラです。さっき取ったやつ。そうです。ごちそうになりました。うん、美味しい。なんか山でフライパンなんてええと思ったんですけど、便利なんです ね。いいですね。あとこのコシ油効いてます。うん、ちょっと苦いんですけど、うん、それがまたいいっていうか、なんかハーブみたいな。そうですね、人気の山菜です、コシ油は。美味しいですね。コウサギ山は地元の信仰の山だし、里山としてとっても親しまれてる山だし、麓からよく目立つシンボリックな山なので、皆さんも
ぜひ登って楽しんでください。